ドジャスのロバツ監督、首位なのに解任報道。米国の老舗メディア、スポーティングニュースが、ドジャースのデーブ・ロバーツ監督を今週にも解任か、との見出しで報道。同メディアは、優勝候補10チームを挙げ、ドジャースを3位に位置づけた。ロバーツ監督は9シーズンで指揮を取る間にポストシーズンで何度か失望させた。ドジャースが再び10月初旬に敗退するようなことがあれば、ロバーツが10シーズン目の指揮を取るか疑問だ。ドジャースは間違いなくメジャー最高のラインナップを誇るが、投手陣には大きな疑問が残る。ロバーツ監督は不安定なブルペンと回復途中の先発投手陣の質を上げなければならないだろう、と結んだ。もう年金も出るし悠々自適、監督業は楽しいだろうが辛労も多いんじゃないか。ワールドシリーズ制覇することを願っております。半分はカーショーのせい、残りの半分は吉野部の怪我と大谷の得点圏打率せいかな。まだ2人ともポストシーズン出たことねえだろ。ポストシーズンでやらかしてきたからロバーツ叩かれてるって記事だからカーショーの名前挙げてるのに、なんだこいつ。9年もやればもう1やめてもいいだろ。首位なのにお別れですか。第2期の長嶋や原より長いんだな。大谷の契約で監督が交代したら契約を打ち切れるとかなかったっけ。 GM かオーナーだったかな。オーナーのウォルダーと編成本部長のフリードマンの2人が球団を去った場合は契約を解除できるという内容。ロバーツ監督は含まれてない。今年は100勝無理っぽいか。類似チームの立つもついでにね。カーショーが戻ってきて投手陣安定しだしたぞ。あとはミアーやリューラーが調子出したら無敵やん。山室もはよ帰ってこい。シーズンでの首位に何の意味もない。プレーオフが全てのチームだから。とにかく怪我人の多さは異常だったね。エンゼルスの時は怪我っぽいのが多かったけど、山本じゃなくて今田が取っておけばよかったな。来年ベイからアズマ強奪すればいい。天才大谷選手を扱えるのは天才監督しかいない。管理人のつぶやき、日本だとさすがにリーグ優勝での解任は聞いたことないですが、いや、落合博満さんが中日監督時代そうでしたかね。いずれにせよロバーツ監督と大谷さんの関係は良さそうに見えるので、ぜひともワールドチャンピオンになって継投してほしいですね。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。